エアバス A319 のウィングチップフェンスとエルロンに取り付けられた棒状の放電柵小型プロペラ機の翼公園に取り付けられたロープ状の放電柵放電柵は飛行機に取り付けられ飛行中機体に蓄積する静電気の電荷を空中へ放電する装置である英語のスタティックディスチャージャで呼ばれることも多い飛行中の機体表面は空気分子や水滴 ゴミなどとの衝突や摩擦により帯電し、電荷が溜まる。蓄積限度を超えた電荷は、翼端部などの先端部から空気中にコロナ放電されるが、放電に際して電磁波が発生するため、無線通信機器などの電子機器に障害が発生する危険性がある。適切な位置に放電策を装備することで、より低い電圧で放電させたり、発生する電場を意図的に制御することで、 電磁波障害を防止、または軽減することができる。また、機体への落雷があった場合も、電荷を放電柵から逃がすことができる。形状は一般に直径数ミリメートル、長さ十数センチメートル程度の棒状あるいは先端をほぐしたロープ状で、抵抗値が比較的大きなタイプと比較的小さなタイプがある。前者は主として大型機に、後者は小型機に取り付けられる。 プロペラ機時代にロープ状のものが開発されたため、より高速飛行に耐える棒状のものが、Z 機用として登場した後も日本語では、柵の字が当てられている。高抵抗タイプは、主に金属製のベースと炭素繊維のブレードからなり、原料の配合により電気抵抗値を調整する。先端部に複数の棘状部分を持つ、金属製ピンが装着されている。低抵抗タイプは、 金属、炭素の細い繊維を束ね、絶縁性のビニールで被覆した構造となっている。使用時には、先端側の決められた、長さの被覆を剥ぎ取り、繊維を決められた直径にほぐす。主として、核翼の後円部に取り付けられ、ボーイング747のような大型機では、その数は50本以上に及ぶ。小型機では、低抵抗タイプを10本程度備える。回転翼機には、 放電策の採用例は少ない。そのため、ヘリコプターから追加したケーブルやフックに、地上院が触れると放電する場合がある。レスキュー現場で、ホイストケーブルに触る際には一旦地表、あるいは海面に接触するのを待って、取り扱うように徹底されている。気象条件によっては、放電策を備えていても、機体表面の電位差を持つ部分に、コロナ放電が発生する。これは、 操縦席風防などにも発生し、青白い光として観察される。ありがとうございます。